ドミトローヤロシドミトローヤロシは、ウクライナの政治家、活動家、ウファセクターの創設者で、元リーダー、ウクライナ軍参謀長の顧問、2014年ウクライナ総乱時に活躍した人物、2014年10月26日に行われた総選挙により、国会議員に当選した、ウクライナのドニプロゼル人宿で生まれる、青年時代にはピオネール、後には、 ソビート連邦共産党の青年組織であるコムソモールに所属していた。2001年にウクライナ西部リビウ州にあるドロホブ1の教育大学を卒業。ソ連の崩壊によるウクライナ独立を受けてウクライナ民族主義に傾倒し始め、1994年にスティパン・バンデーラの系譜を組む民族主義組織のトリズーブに参加し、2005年以来リーダーを務める。 2014年のユーロマイガンジに、そのトリズーブを中核とした、極右組織連合である、ウファセクターを結成し、リーダーとなる。2014年に発足した、トゥルチノフ暫定政権の発足にあたり、ウクライナ国家安全保障、国防会議副議長の就任を打診されたが、本人の孤児、閣内の反対もあり、実現しなかった。2014年10月26日に行われた。 総選挙により、出身地のドニプロペトローシク州の小選挙区で29.76%の票を獲得し、国会議員に当選した。また、2015年4月4日には、ウクライナ軍参議長の顧問に就任するなど、国会議員に当選した。2015年末に新組織設立への準備のために、右派セクターを脱退。ありがとうございます。